はいどうも皆さんこんにちは、エルツです。さあということで今回はいよいよね、今年も来ました、年末年始逆転戦第1弾、今回クリスマスフェスタということでこちらをね紹介していこうと思います。はい、最新情報来ましたよ。でですね、なんか今までって年末年始逆転祭とクリスマスフェスタ別でね開催されてたと思うんですけど、なんか今年は年末年始逆転戦の一つとしてこのクリスマスフェスタ来てるということで、いつもより力が入ってるんですかね。ということで、詳細見ていきましょう。さあまずはね、もう今回情報量多いんでもうパパッと見ていきましょう。まず今回の新ゴマから見ていきます。S ゴマがライム、シオリ、ジェイン、そしてエゴマ、はい、クラリーチェ、リリーティエ、ゾットというね6体が今回登場しますということで、では性能を見ていきましょう。さあまずライムから見ていきましょう。スキルですね、デッキにマゴマ1枚以上入ってるという条件がありますと、まあ、これはトゥールだと同じですね。神ゴマなんだけどデッキにマゴマは入れましょうねっていう条件ですね。はい、それで3ターンの間このクリスマスジェラートを召喚すると。でこれ召喚の場所、これ大事なんですけど、ターン開始時の駒のうちです。ひっくり返した駒、そのターンにひっくり返した駒は召喚の場所の対象に含まれませんと。はい、ここ気をつけましょう。で、このクリスマスジェラートっていうのがこちらですね。2ターンの間500の特殊ダメージ、300の回復。そしてコンボスキルが600の特殊ダメージ、600の回復。で、コンボスキルもホーリーと。もうホーリー尽くしだね。はい、本体のコンボスキルが同じくデッキにマゴマ1枚以上の条件ついていて、1600の特殊、1600の回復という風になっています。はい。もうめちゃめちゃホーリーしてるねっていう感じなんだけど。でもこれはね、強いと思います。まあ、結構、えぐい性能してますね、これね。で、まあ、イメージしやすいのだと、犬屋社コラボの企業。あの子がね、結構、わかりやすいかなと思いますね。まあ、ただこの子に関しては、ターン開始時の空き場所なので、例えばま、企業とかだったら、2ターン目とかにポンって置いても、ひっくり返した場所も召喚場所に含めるんで、ちゃんと3体分ね、出てくれるんですけど、自分の空き場所がない状態でこの子撃っちゃうと、例えば1体無駄になるとかね、そういうこともあるんで、召喚できないっつってね。そう、そういう可能性もあるんで、そこは気をつけるべきですね。で、まあ、この、そもそも召喚すること何が強いかというとですね、この召喚後のコンボスキル、これを活かして立ち回ること、これがね、この召喚スキルを活かす最大のポイントかなと思いますよ、というところですね。まあ、まずそもそもこの3体召喚で、このジェラートのスキルを発動するだけでも結構なドバンテージ得られるんですよね。この1体につき2ターンも効果があるんで、はい。スキルだけでも結構なドバンテージがあるかなと思いますね。例えばだからこのスキルがま、全部で2ターンの3体分なので、ま、6回分あるとして、そのうちの4回分が発動できたとすれば、1の特殊ダメージ1200の回復なわけですよ。まあ、強いじゃないですか。で、さらにですよ、そっからコンボスキル利用できるんで、まあ、このスキルだけでも相当なアドバンテージ得られるんですけど、このコンボスキル利用することによってもっとアドバンテージ得られるということなんで、これはかなり強いと思います。はい。で、まあ、本体のコンボスキルもホーリーっていうことでね、かなりの HP 回復、そして特殊ダメージ見込めるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、さらにですね、このスキル、この、あ、まあ、スキルというか、このジェラートの、まあ、その両面ね、特殊ダメージが結構低めっていうか、まあ、2ターン効果に分けてあるんで、1ターンあたりのダメージが低いっていうのがあるんですけど、これのいいところはね、罠回収ができる。これ優秀ですね。そう、罠の回収に使えるのは本当に優秀ですね。はい。ただですね、この子明確な弱点があります。それが火炎デッキ相手ですね。火炎デッキ相手の時は、こいつ盤面に出したくないですね。はい。出したら終わるんで、これ。3体だからね、結構相手、もう燃やされるからね、こっち。はい。で、あと、ま、サタンの火力が上がっちゃうとかもありますかね。まあ、その辺が弱点かなと思いますね。うん。あと、このジェラートのスキルを完全に入れ切るまでにターン数がちょっと必要だなっていうのもありますけど、まあ、でも強いんじゃないかな、普通に。うん。まあ、コスト200のね、デッキ、まあ、ネラリヒョンとか、あとアポロンとかかな。うん、ちょっと、1枠ね、どれか入れ替えて使ってみてもいいんじゃないでしょうか。で、あと人道院なんで、カップ戦では結構強そうですねっていう感じかな。まあ、カップ戦の人道院っていうとね、まあ、敵多いんだけど、ウィブサニアとね、ヴィーナスっていう二大巨頭があるわけですけれども、ただね、これ、そこに並ぶぐらい強いと思いますね。なんならカップ戦でもしかしたらリーダー運用とかワンチャン、いや、それないか。わかんないですけど、そういうのもありかもしれないですね。はい。では次行きましょう。さあ、続いてしおりですね。スキルはリベンジ90ですね。で、マタン条件のリベンジ10枚条件で、直前の相手ターンに受けた特殊ダメージの 40% 吸収しますと。で、コンボスキルが同じくリベンジで、特殊ダメージですね、こっちは。マタン条件で、リベンジ10枚条件。で、このバトル中に受けたダメージの 14% 特殊ダメージを与えるというふうになっています。まあ、コンボスキルは強いんですけど、問題はスキルですね。まずこの対象のダメージが特殊ダメージ限定という時点で、まあ、使われないんだろうなーって感じはしますけど、まあ、回復の手段は正直回復ワンとかでいいのかなーって思いますね。だからジェネロジテとかの方が、まあいいんじゃないかなーっていうふうに思いますね。枠厳しいと思いますね。
でもカップ戦もね、このスキルがもう特殊ダメージ対象っていう時点でもうないかなって思いますね。よっぽどその特殊ダメージ刺さるとかそういう環境じゃないと使われない駒かなっていう風に思うので、まあ、確かに現環境のシーズマアポロンいますよ。いますけど、アポロン出された時大体飛ばされるっていうのもあるし、アポロン出されたからわざわざ 40% 吸収しなくても、その他になんかね、リベンジダメージ与えて削っていく方がいいんじゃないかなとか思ったりするんですよね。うん、なんでこれは、まあ、厳しいんじゃないかなって思ってます。はい。さあ、続いてジェインですね。これ、最初イラスト見た時ジェインって分かった人どんぐらいいるんだろう、僕は分からなかったんだけど、これ。まあ、とりあえず見ていきましょう。スキルが声援で、竜10枚条件。竜10枚条件の声援は、結構貴重な枠なはず。2枚目かな、多分。2ターンで HP500 回復。さらに下半分のマスを火炎中状態にすると。2ターンですね。で、コンボスキルがフレアヒール。フレアヒール、竜10枚のフレアヒールも珍しいね。HP 減少していないほどダメージが上がる最大2000の火炎ダメージ。HP 減少するほど回復量が上がる最大3000の回復という風になっています。これは、なんだろう、強い動向ですね。まず、貴重ですね。すごい貴重な1枠だと思います、これ。はい。でも、普通に強いんじゃないかな、これ。うん。で、しかも、人道院だ。人道院ってことはカップ戦、いや、もう、うん、まあ、カップ戦、一応ね、見れますね。うん。っていうところですんで、200環境どうなんだろうな。まず、下半分火炎、いや、下半分中状態って、まあ、強いよね。ウィンディーね、まあ、中火炎で、かつ500回復も入るわけで、コンボスキルフィラヒールだもんね。これ結構強い気がしますね。うん。で、まあ、竜10枚火炎に、カフェネ火炎かな、主に言うと。そこになんか新しい風を吹かせてくれるんじゃないかなって、そんな感じはしてますね。はい、次見ていきましょう。さあ、続いてクラリーチェですね。スキルがチャージの特殊ダメージですね。で、神端条件で自分の神駒4枚以上で発動できる、1200の特殊ダメージを与える。で、このチャージが毎度600ずつ。で、最大3000まで特殊ダメージ上がりますと。で、コンボスキルも同じく神端条件で神駒4枚以上ですね。で、このキャラも含む自分の神駒1枚につき500の特殊で最大3000という風になっています。これ、なんか、結構強くない結構強くないこれ。しかも、H インだ。インが貴重ですね、これは。なんで、これ、まあ一応、支え機にね、使える駒となってるわけですけれども、結構強い気がする、これは。うん。まあでも、まあ、ラサスとかと入れ替えていようかなと思ったけど、ラサス、神号4枚とか条件ないんだよね。だから、こういう神号4枚とかいう条件がね、ついてる駒を、結構入れすぎるとね、事故る可能性があるんで、そう、このガブリエルの群青の檻が増やせないみたいなことにもなりかねないんで、これはちょっと一旦考えるべきかなと思いますね。ただ、その4枚条件を外して考えれば、割と強い性能してるんじゃないかなというふうに思いますね。でもカップ戦で佐々木使うとかなれば、出番もあるでしょうし、はい。なんでまあ、貴重な1枠かなと思います。なんで、これ当たって損はとりあえずないんじゃないかなと思いますね。はい。さあ、続いて、リリティエ見ていきましょう。スキルがマグマ10枚以上のデッキ条件ついてますと。で、ひっくり返された時に発動する罠スキルということで、その時に受けた通常特殊ダメージ 95% 相手に返しますと。で、コンボスキルが、相手のキャラがま1枚につきアタック 1.2 倍、最大 1.8 倍という風になっています。コンボスキルに関しては、一回無視していいと思います。これはもうないものと思っていいのかな。スキルがひっくり返された時の罠なんで、ほぼほぼ発動する機会はありません。はい。トリックとかいうマニアックなスキルを使う人以外は、無視でいいと思います。で、この似たような駒として、トークアゲハっていう駒がいるんですけど、あっちは返すダメージが 90% なんですね。まあ、ただ、あっちはね、属性条件ないんで、まあ、いろんなデッキで使えるのがアゲハ。それに対して、マコマ10枚以上のデッキでしか使えないんだけど、返すダメージが高いのがこのリリティエなわけですね。はい。まあでもこういうスキルが入るデッキはまあ大体マグマ10枚以上のデッキだと思うんで、どちらかといえば多分出番はこっちの方が多いのかなっていう気はしますね。はい。でね、こういうスキルを使う人ってたまーにいるんですよね。そう、好みで多分入れてるんだと思うんですけど、これがね、刺さったりするんですよ、結構。あ、罠ゴマか。返せばいいか、つって返したらめっちゃダメージ返ってくるみたいなこともね、結構あるんで、相手が油断してるとこにね、ぶっ刺す1枚としていいんじゃないかなっていう風に思いますね。これ結構欲しい人今回多いんじゃないかな。僕もちょっと欲しいかな、これは。はい、次見ていきましょう。さあ、信号も最後はゾットですね。はい、どっちも湯煎スキルになってまして、どっちもね、集めている1000機の種類数に応じて回復量が上がるというものになっています。スキルが1400、1600、1800、2000。で、コンボスキルが1200、1600、2000、2200っていう風になってますので、まあ、だから、戦撃力のね、まあ、回復枠として入れてみてもいいと思うし、あと湯煎ってことなんで、この手駒事故の軽減にも繋がるかなと思いますね。まあ、使いやすくて、まあ、種類数があんまりなくても、普通に回復量高めだと思うんで、はい。まあ、結構いい駒なんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、ということで先ほど紹介した新ゴマ6体を含むですねクリスマスゴマが出るガチャ、こちらですねクリスマスフェスタ2021ステップアップガチャということで、はい、もちろんねこれね去年までのコマも入ってますということでね、はい、結構英語マとかも優秀なコマ多いと思うんでクリスマスはね、うん、まあ、ただね皆さんご存知の通り正月が待っています。そしてその前にはコラボもおそらくあるかと思われるので、特にコラボはねもう好きな作品だったら引きたいっていう人多いでしょうし、まあ性能的にもね2回目がいつ来るか分かんないから、もう2回目来るまでそのコマゲットできないって可能性もあるんで、そう、このコマの性能によってはね本当にコラボも引いた方がいいよっていうガチャになってくるので、一旦そこの情報見てからにした方がいいのかなというふうに思いますね。ただやっぱりね一番個人的にいいと思うのはここスルーして、まあ、単発ガチャぐらいで我慢しておくのがいいのかなっていうふうに思いますね。はい、でも正月まで貯めておくと、その後また周年もあったりするんでね、はい、年末年始お城には本当盛りだくさんですねということで、かけらは貯めておく方がいいのかなっていうふうに思います。はい、強い子もたくさんいますけどね。さあ続いてこちら、そうということで今回のクリスマスフェスタはただのクリスマスフェスタではない、そう年末年始逆転戦第1弾ということで、なんと22日間で最大264年無料ということで、これね12月10日このクリスマスに限らずですね、12月10日から12月31日まではですね何かしらのガチャが10連無料ということで、これ夏休みの時もありましたねということで、もうこっから毎日10連何かしら無料で引けるってことなんで、これはもう毎日忘れずログインしてね10連引きましょう。そしてクリスマスの期間何のガチャやるかというとこちらです。はい、ということでねこのクリスマスフェスタの期間、12月10日から12月17日までだったかなの期間はですね、このクリスマスで英語マ以上確定のガチャが毎日10連無料で引きますということで豪華ですね。S コマもしっかり入ってまして、英語マ以上は絶対毎回もらえるんで、でね、まあこの後紹介するんですけど、しかもね昔のコマもね性能アップデート入ってるんで結構使いやすくなってるコマもまあ何体かいますと。で、まあ、英語まで優秀なところで言うと、まあ、クリスマスピリキナータとか、あと、クリスマスハーピスト、このあたりが結構強いのかなっていうふうには思いますね。他になんか強いのいたっけな？ペンギンとかも強いかな？ペンギンってちょっとメルノガイスとかね、このバナーに映ってる子ですね。まあ、とりあえず、まあ、季節後もね、毎日無料で手に入るってことなんで、これは絶対に忘れずに毎日引きましょう。では次見ていきましょう。さあ、続いて10日解放来ましたね。去年のクリスマスゴマ、クリスマスをラクシミ、シエンティア、この3体の10日が解放されますということで、セネを見ていきましょう。さあ、まず1体目、ラクシミから見ていきましょう。HP50% 以下で発動できる1ターンの間、HP2000 回復、さらに 30% のデバフ、リポーズですね。2体目、フレビー以来のリポーズスキル出ましたね。で、コンボスキルが、相手のキャラゴマ1枚につき700の特殊ダメージ、最大3000の復というふうになっています。まあこのスキルの回復量デバフ自体はまあ普通に強いのかなって感じはしますけどね。ただ HP50% がちょっと気になるけど、まああれだね、フレブと一緒に使いたいねこれね。フレブとラクシミ両方積んでみたいな。でなんか毒耐久とかには結構相性いいんじゃないか、その2体組み合わせ使ったりするとね強そうかなというふうには思いますね。なんか神駒になってステータス高くなった分優しくなったワンドラゴロみたいな、そんなスキルしてますね。はい、でもコンボスキルも文句なし強いかなと思いますね。なんか結構使いどころはありそうな感じしますかね。はい、次見ていきましょう。さあ続いてシエンティア見ていきましょう。スキル食欲またね発動できるで、自分のキャラゴマ4枚から発動できると。で3ターンの間1200の毒ダメージ、そして 10% のデバフというふうになっています。でコンボスキル吸収で同じコマ単条件、相手のキャラゴマ1枚につき490で最大1500というふうになっています。はい、というのは3ターンの食欲っていうことで、まあまあでもちょっと中途半端な感じはするかな。1200の毒 10% かって感じはするけどね。まあでも1200の毒って考えたらこれぐらいが妥当なのかなっていう感じですけど、まあありきたりな性能という感じはしますけどね。はい、で条件にねキャラゴマ4枚以下ってことなんで、まあメルベユールリーダーでは使わないでねっていう感じのまあ性能になってますね。はい、ではインなんだこれ、あ、A チーンか。なるほど。じゃあそうか、貴重な1枚なのか、カップ戦においてはね、A チーンってことなんで。はい。まあでも、普通に考えて、シンティア、仮に当たったとして、進化とかどっち使うかって言ったら、まず進化にする気がするかな、個人的にはね。うん。まあまあまあ、そこは好みですけどね。はい、次見ていきましょう。では10日解放ラストを見ていきましょう。スキル回復ですね、リュウタンで発動できるで、自分の火炎状態にあるリュウゴマ1枚につき 600HP 回復、最大3600というふうになっています。でコンボスキルがリュウタン条件で、自分のリュウゴマ1枚につき500の火炎ダメージ、最大2000というふうになっています。
これまあそのそうだね、この手のスキルがそもそもまあ今の会員的には入っていないので、まあパーラリーダーの会員とかだったらワンチャンありますけど、まあパーラリーダーがそもそもまあそこまで強いのかどうかっていう問題もありますし、はい、まあこれはまあそこまでなのかなと思いますね。これも多分進化にする人が多いんじゃないかな、最初は。まあジリアン持ってないとかでね、一回進化で使うっていう人の方が多いのかなという気はします。はい、さあまだまだ情報ありますということで、続いてコマアップデート、12月11日2時から予定しているメンテナンス終了後からアップデートされますということで、これ昔のねクリスマスゴマたちが今の環境に合わせた性能になって帰ってくるということで、こちらも性能6体見ていきましょう。さあまずウル見ていきましょう。スキルがね、相手のキャラゴマ1枚以上盤面にあると発動できる4800のライフバースト、そしてコンボスキル相手のキャラゴマ2枚以上で発動できる3000の固定ダメージを与えるということで、これなんとですね、あのラファエルよりも HP が高いと、まあ200ぐらい高いんじゃないかな HP、 さらにアタックもこっちの方が高いっていうね、100ぐらい高いかこっちの方がということで、これだからもう超ゴマクラスの性能だよね、いわゆるこれめちゃめちゃ強くなったねこれね。はい、まあでもカップ戦とかにおいて強いのかなーという感じがしますかね。まあでもラファエルとどっちかって言われたら、これどっち選ぶならちょっと悩みどころだね。 HP 高い、アタック高いのこっちですね。だからスキルのダメージほぼ変わらないと見ていいのかなというふうに思いますね。コンボスキルが最大4500出せるラファエルか、それともコンボは固定3000だけれども HP 高いウルかみたいな感じの選択肢になってくるのかな。でもその選択肢に入ってくる時点でもう相当な強さであることは分かりますね。はい、だこれはそうですね、まあ、シーズンマッチにおいてはそのまあコマが結構揃ってる人にとってはまあ枠はないんだと思うんですけど、まあ、そのフィニッシャーが足りない人にとってはこれ貴重な1枚になるかなというふうに思ってます。結構強いと思いますね。はい、次見ていきましょう。さあ続いてルドルフ、これな名前が言いづらいな。 HP80% 以下発動できる通常ダメージの 1.4 倍の特殊ダメージで、コンボスキルが、ランダムで4つ自分用の神強化マスに変換するということですね。でまあスキルの火力としてはなんと正月大きくレミを超えますといったところではあるんですけど、ただ HP80% 条件があったりとかコンボスキルがマス変換かーっていう感じのところでは、ありますね。はい、まあ、とはいえね、まあ、これはそうですね、まあ基本的には枠はないんですけれども、まあ、初心者の人とかにとってはね、神アタッカー結構まあ少ない人多いと思うんで、その神アタッカー足りない人とかはね、これ選択肢として一応ありなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、次。さあ続いてメフィストですね。スキルが表になってる間350度クラメージ、威力は毎ターン100ずつ上がっていきますと、でコンボスキルがひっくり返したコマの枚数かける1000の特殊ダメージを与えるということで、まあそうですね、まあそこまでかなこれは。うん、まあだけどまあうまく使えればね、まあ毒耐久とかで使うのがいいんだと思うんですけど、まあうまくコンボスキル生かすことができれば耐久タイムなんかで当たった時にね、まあ、結構刺さるんじゃないかなっていう感じの性能にはなってますけども、まあうん、そこまでかなっていうのが正直な感想ではあります。はい、次。さあ続いてクランプス見ていきましょう。スキルが2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる相手の HP の 12% の特殊ダメージを与える、これターン開始時ですね。でコンボスキルはマス変換で、3つ自分用の魔強化マスに変換するというふうになっています。まあなんかアルカード的な感じですね。序盤に引いたら強いよっていう感じのコマではあるんですけど、まあ、コンボスキルがちょっとうん魔強化かっていう感じのあれなんで、まあスキル、まあスキルもそこまでかな。うん、やっぱアルカードが強いねっていう感じのあれだと思うんで、まあ、これもちょっと枠はないのかなって感じするけど、カップ戦とかではワンチャンあったりするのかなっていうふうには思いますね。はい、次。さあ続いてがミュウニですね。スキルが4ターンの間流行マナアタック 1.3 倍、コンボスキル HP60% から発動できるアタック 1.8 倍ということで、まあ、これはそうですね、まあなんかフレイヤーの流版みたいなそんな感じの性能してますけども、まあフレイヤーは全部キャラゴマに対象なんですけど、こちら流行マだけといったところですね。これはちょっと枠は厳しいかなーという感じがしますけどね。まあ暗黒でジリアンいないとかいう人だったりとか、あとまあチャージ流とか、まあ、ちょっとマニアックなデッキになりますけど、まあチャージ流とかになってくるかなと思いますね。まあ速攻流でアタッカー不足とかで入れるのもワンチャンかなっていう感じですかね。まあ正直そこまで枠はないと思うんですけどね。はい、さあラストティラーシャーですね。スキルが自分のキャラゴマ1枚につきアタック 1.2 倍、最大2倍と、そしてコンボスキルは手ゴマにね竜ゴマ1枚以上あれば発動できる 1.5 倍というふうになっています。だからまあフィンリーラーとかの混合で使う感じなのかな。そしたら常にねコンボスキルも発動できるってことなんで、まあ、ただ200のデッキには枠はない気はします。うん、まあでもフィンっていうとかだったらワンチャンあんのかな、どうなんだろう。でとりあえず現順位ってことなんで、カップ戦ですね、このカップ戦でワンチャンあるかなと思いますね。はい、まあ、ただそれ以外のところで言うとやっぱグエリアスとかね、5周年グエリアスとか、あとティルトの方が強いのかなというふうに思います。はい、
さあ、続いてクリスマスマーケットということで、このイベントコインとして今回ベルコインが登場しますということで、このベルコインを使って、まあ、いろいろアイテム交換したりとか、いったところなんですけれども、今回のコスト15のコモがこのステファニーですね。このステファニーの透過素材とかも、ここへ交換できるっていうことなんで、で、この今回のステファニーは、確か進化が火炎で、透過が、暗黒竜向けのアタッカーだったと、思います。でですね、このね、ここでベルコインを一定枚数多分使うとかな、これ、もらえますということで見ていきましょう。はい、ということで目玉はこちらですね。はい、12月25日クリスマスですね。0時から引ける、このガチャチケットがもらえますということで、このガチャなんと、S 確定でございます。クリスマス S ゴムが1体以上確定ということで、どれか1体ね、絶対もらえるよと、いったところなんでね、しかもね、今回アップデートも来てるってことなんで、性能もそれなりにまあ、いいコマが多いんじゃないかなというふうに思いますね。初心者の人なんかは特にね、まだ枠がね、少ない方多いと思うので、ここで1体確保できるのは結構でかいんじゃないかなというふうに思っております。そして、これもあります。はい、さっきのね、S ゴマ確定だったんですけど、こっちは A ゴマっていうことでね、A ゴマバージョンもありますっていうことなんでね、僕どっちも引けるっていうことなんで、ぜひゲットしましょう。A ゴマも強い子も多いですからね、特にこのキリアとかはもう暗黒には必須級。またピーキナーター、ハーピストエンジニアなんかは、初心者の方にはね、使いやすいコマかなというふうに思いますんで、はい、これもぜひゲットしておきましょう。さあ、いよいよ情報も終盤になってきましたということで、続いてこちら12月10日0時からですね、年末年始逆転戦特別キャンペーンその1がスタートしますということで、オセロニア忘年会ということで、まあ、そのうちの一つがこれなんですけども、なんかあのストーリーらしいですね。全4話構成で更新されていくってことなんで、気になる方はぜひ見てみてください。そしてこれもあります。はい、ということでですね、毎週コロシアムが開催されるっていうことなんですけど、それは毎週ね、いろんなプレイヤータグもらえますと。ナイスバトルだ、そして高速センスのある、打ち回しが得意な、そして HP 高めのっていう感じでね、なんかこの称号みたいな感じなのかな、他のゲームでいうところね。はい、だからそう、プレイヤータグ2つつけれると思うんですけど、だから左側にこれつけて、で右側になんかつけるみたいなねなんかそういう遊びもできていいんじゃないかなというふうに思います。はい、さあ、続いてこちらですね。はい、ということで、さっきも言った通りね、正月の後には周年があるわけですね。ということで、来年2月にはですね、オセロニア6周年ということで、それに向けて2つの企画をお知らせということで、まず1つ目がこちら、オセロニアと募集ということで、これも毎年やってますね。はい、そしてもう1つがこちら。はい、オセロニアンセレクション2022ということで、こちらもね、推薦受付開始しておりますということで、気になる方はね、ぜひ参加してみてください。僕もちょっとこれセレクション今年はやってみようかなどうしようかなという感じですけどもね。はい。はい、ということで、もうめちゃめちゃ情報量多かったんですけども、この年末年始逆転戦第1弾、クリスマスフェスタ2021、こちらですね、あさって12月10日12時から登場ということで、いやー楽しみですね、本当に。いやー、もう本当に盛りだくさんでしたね。さすが年末年始逆転祭バージョンのクリスマスフェスタということで、いつもより力が入ってるなっていうところで、無料ガチャもありましたしね、毎日10連無料の上に S 確定 A 確定のガチャもね、クリスマス当日にはあるっていうことですし、コマアップデートなんかもね、なかなか、まあ、特に初心者の方にはね、使いやすい性能になってていいんじゃないかなというふうに、思いました。そしてですね、ちょっと僕の個人的な話にはなるんですけど、ちょっと最近ね、もう新着まとめしか上げてなくてね、ちょっと対戦動画とか、あとまとめ系、あと予想系とかね、ちょっと上げれてないんで、まあ、ちょっとこれからね、また徐々に更新頻度上がっていくかなと思いますんで、またそこで予想動画だったり対戦動画今後ね、まあ上げていくと思うので、それはちょっと、今後楽しみにしておいてください。ということで、皆さん、かけらの使い方、くれぐれも、使いすぎないようにね、正月までしっかり貯めましょう。ということで、また次回お会いしましょう。